おととし10月に右膝を手術した山縣亮太選手が、明日およそ1年7ヶ月ぶりにレースに復帰します。右膝に関しては、もうほとんど問題ないというか、練習に影響もない、今までの山縣と違うなみたいな、そういうところを感じてほしいし。明日のレースで注目なのは、男子 100m の現日本記録保持者山縣選手と、元保持者桐生祥秀選手の直接対決です。桐生選手も去年6月に休養を発表して以降、およそ11ヶ月ぶりとなる国内での 100m のレース。両者が対決するのはおよそ1年10ヶ月ぶりとなります。共に切磋琢磨してきた桐生選手との対決に山縣選手は、すごくこう楽しそうに競技をして、まあ、徐々に調子を上げてきているなっていう印象を受けるので、第一線に戻って、でまたそういうライバルたちと切磋琢磨して、またこう世界を目指す舞台に立てれば立ちたいなと、思ってます。